サイネージとは、自発光ディスプレイに、文字や図形を表示し、情報を伝達する目的、並びに電色として、店舗や空間の演出が可能な広告媒体である。別名として、デジタルサイネージとして分類される、デジタルポップ、デジタルサイン、デジタル掲示板、デジタル表示、サイネージ、電子ポップ、電子ポスター、電子ボード、電子情報ボード、電子ディスプレイ、 電子看板システム、電子掲示板システム、電子広告板などがある。イルミネーションサイネージの利点として、次の二つを挙げることができる。文字情報の伝達サイネージの目的は、情報の伝達にある。送り手側が意図する内容を確実に受け手側に伝えることが必要であり、その手段として最も適したものが、文字情報である。空間の演出文字情報を伝えるには、 受け手の注目が必要である。特に多くの情報が氾濫する場所では、文字に焦点を当てさせる手段として、空間演出を伴う表示が効果的である。具体的な利点としては次のようなことが言える。設置場所としては、公共施設、デパート、ホテル、映画館、アミューズメント施設、病院、空港、駅、博物館、美術館、ショールームなどが挙げられる。 イルミネーションサイネージもデジタルサイネージの一つとして分類することができるが特に文字情報を伝達する効果に優れ美しい発光表示から効果が認められるものである人の目を引きつけ遅れて側の意図を適切に伝えるツールとして他のサイネージ特別するものであるイルミネーションとは主に電色を意味する言葉として使われてきたデジタルサイネージの普及に伴い 情報に目を向ける手段として、イルミネーションを採用することが増えている。近年、ウーにおける広告、宣伝の多くにデジタルサイネージが採用されているが、その効果については一つのターニングポイントを迎えていると考えられるようになった。特に商用利用では、売上向上につながったかどうかを疑問視する見方もあり、デジタルサイネージの使い方について訂正化し目的に、 合わせた選択が必要になっている。デジタルサイネージでは、コンテンツに写真、動画を使用されることが多い。この場合は、アパレル関係に代表される着用イメージ等に、効果的な使い方を見ることができる。また、パブリックディスプレイを使用したサイネージでは、ビデオウォールとして活用されることも増えているが、直接的な売上効果を目的としたものとは異なる、使い方と考えられる。 また、施設、店舗案内などでのパブリックディスプレイは、詳細情報を表示することもできるので、マップ的な効果を提供することができる。しかも、印刷物に頼らず更新や張り替えなどの負担も、少なく、一般に長いスパンで情報が維持される運用で、効果を期待できる。いずれの場合も、写真、動画を中心とする、コンテンツ作成にかかる負担は大きく、すぐ行いたいイベントや、 タイムセールなど現場の状況に応じた使い方が難しいのが現状である。プリント媒体ポップやデジタルサイネージが溢れる中で、最初にどれだけのアテンションを与えることができるかが重要である。人間は多様な情報から一つの文字刺激に対して視点を当て処理する段階があり、そこから意味を理解し、記憶に残す、行動に移すというプロセスを持つ。 送り手側の意図を正確に伝えるということにおいて、文字情報が適切であると考えられる。このことは、コンテンツ作成の負担も少なく即時性の面でも有効なであり、イルミネーションサイネージとデジタルサイネージの用法の違いに現れることになる。デジタルサイネージの普及の伴い、これらの目的が理解されるようになると、さらに聞き、機能としての違いが明確になっていくであろう。 ありがとうございます。